こんにちは、橋本です。今日はリスニング強者になる方法シーン編をお伝えしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず前提条件としてシーンの説明をしていきたいと思います。シーンってのは、ざっくり説明すると、日本語で言うあいうえおのあいうえお以外の音になります。で、ちょっと詳しめに説明すると、体内から発せられる空気が体外に出るまでに閉鎖されたり狭められたりすることで発せられる音、こういう風な定義がなされます。まあでも定義はそこまで大事じゃないので、サクッと次へ行きたいと思います。はい、ポイントの違いなんですけれども、声の大きさとか、空気を閉鎖させたり狭めたりしないっていう風に、考えられてるんですけれども、これにはちょっと諸説あるので、ここもそんな時間をかけずにいきたいと思います。じゃあ今回何をちょっと意識したいかって言ったら、具体例を、挙げて説明していきたいと思います。まず、子音の中で、いくつか分類されるんですけれども、破裂音っていうのがあります。破裂音ってのは、くとか、くとか、くとか、てとか、てとか、ぷとか、ぶとか。今みたいな、音をこう調節するポイントで、息の流れを一旦止めて、それを開くことで、そのポイントを、息を止めてるポイントを開くことで音を発生する。だから破裂音っていう風に言われるんですけれども、なんですかね、乾いた感じの明るい感じ、乾いた感じの音が出るっていう風に覚えておきましょう。で、この明るいとか乾いた感じっていうの、結構単語暗記の時になんとなくのイメージとかで覚えやすくなったりするんで、頭に入れられる人は入れておいた方がいいかなと思います。次、摩擦音。摩擦音ってのはなんかスとかツッツッとか、あとはフとかですね。こんな感じに摩擦させて、音が出入りできるところを狭めて、摩擦させることで発生させる音になります。摩擦音こんな感じですね。で、大事なやつで言ったら、鼻音とか大事ですね。結構鼻音は M とか N とか R とか L があるんですけれども、日本人が苦手な R と L の発音に関しては、 R っていうのは英語の R はちっちゃい「う」をつけるようなイメージで、ラリルレロを発声しようとすると近い音が出るっていうふうに言われています。ラ、ウ、ウ、ウ、ロみたいな感じですね。ロール。一方 L ってのは、N の音をラリルレロの前につけようとしたらうまくいくっていうふうに説明されます。ラ、ラ、ラって感じですね。L のって言った、late、late みたいな感じですね。 R はちっちゃいうをつける、 L はラリルレロの前に N を、ちっちゃい N をつけるっていうイメージで真似していっていただければと思います。他は半母音とかも、
大事ではあるんですけれども、これは何だろう、結構日本語でもあるっちゃあるんで、全然真似できると思うんで、そこまでこう重要しなくていいです。うん、なんだろうな、重要なことだけやっぱやっていくっていうのが効率の面で大事なんで、まあまあ説明していないものに関してはそこまでこうセンシティブに敏感にならなくて OK だと思います。はい。で、まあポイントとしては、真似をするときにできるだけ母音を発音に入れないようにすると。リスニングの練習をするときにできるだけ発音練習に日本人が入れがちな母音を入れないようにするだけでも、とてもなんだろうな、英語っぽい発音になって、英語っぽい発音になるとリスニングの何ですかね、スピードアップの速度も上がるんで、ぜひここを意識してほしいと思います。で、2つ目のポイントが、発音っていうのはTOEICのスコアアップの何ですかね、一時的な目標、第一義的な目標ではないので、決して乗り込まないようにしましょうと。うん、手段が目的に合わないように、はい、気をつけましょうということで、今日は子音についてリスニングのスコアを上げるためのテクニック、意識したいポイントとして子音を説明してみました。今回のところでわからないところとか、あるいは、うん、今現在 TOEIC で困ってるとか悩んでるっていうことがございましたら、ぜひコメントをいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。